時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守り、たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
とそこにおるあの忍び、特に枷などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。櫓が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。月見櫓の扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。さあ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。よく来てくれた。久しいな、狼を。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。
さて、そなたの体、その後大事はないか？その後とは？あの世のこと、覚えておらぬのか？はい。いや、司祭は後にしよう。今は、このアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に、城外への抜け穴がある。一心様より、そう聞いたことがある。まずは、その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな。足の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔、聞かせてくれたであろう。こう、ピーッとな。その音を頼りに、そなたのもとへ行こう。堀に沿って進んだ橋の下に、城外への抜け穴がある。このアシナの城を脱するため、橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら合図をくれ。アシの歯笛を、そなたと私の符丁としよう。
この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。
狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。足の源一郎、忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。
前さん、名は何という、その目、さしずめ、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手。石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。忍具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。忍具だと。そうか、このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流飲、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。
見ぬ顔だな。そこもと名は、名乗られぬか。だが腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは、そこもとよ、ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。やはり死なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。しからば参る。だな、そこもと。しからば参る。だな、そこもと。しからば参る。
底本との修練だが、そろそろより誠の戦いに即したものも試してはどうか。それがしも殺す気でかかろう。底本の修練としてもその方が好ましかろう。どうした？なぜそこまで？半分は退屈しのぎ、もう半分は、そうじゃな、底本の眉間のシワを取ってやりたいのよ。さあ、よいからやるぞ。では、行くぞ。承知。さらに参るぞ。底本よ、この社には行き場を失った者が集うようだ。俺、現にそれがしもここにおる。だからかの、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。また底本の技の試し、いくらでも受け負うぞ。
Yeah.